んこんにちは。とりやすさんこんにちは。ちょっと待って、キャップがなくなっちゃった。あった。ことどうさんこんにちは。来てくださってありがとうございます。こんにちは。皆さんこんにちは。カエルのめめさんこんにちは。ありがとうございます。ケンさんもこんにちは。今日は第一枠は私の得意な曲、あれ声だった高橋さんありがとうございます。そうケンさんちょっとごめんなさい、間違えて30分から1秒だけ配信しちゃった。こんにちは皆さんこんにちは。今日はカラオケ配信なんですけど、25分間しかないので得意な曲3曲を決めてきました。今日はこの3曲を第1枠で歌わせていただいて、たくさんの人に私を知っていただこうっていう作戦でございます。あー、プラスさんファンね、ファンマークついてる、嬉しい、ありがとうございます。今日の3曲です。これやって時間があったらハニーワークさんの課題曲を歌わせていただくっていう形になります。ちょっと時間がね、なかなか今日は25分でないので、早速1曲目を歌わせていただこうかな。皆さんこんにちは、来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。もしかしたらこの枠2枠目になって、間違えて押しちゃって、ですぐ消したんですけど、あ、そういうことか。あ、2枠目になっちゃう、3枠、あ、え、そういうことだ。わ、待って、そうじゃないですか。え、待って、どうしよう。そうだ、ケマイさんこんにちは。あ、ファンマーク嬉しいです、ありがとうございます。そうだ、一瞬開いちゃってってことはもう2枠目になっちゃって3枠までしかダメってこと。待って、どうしよう。そうだ、もう本当にダメだ、私もう、あー、そうだ、ごめんなさい。ちょっと2枠目浴衣配信しようと思ってたんですけど、よく考えたら3枠までって決まってた。どうしよう。すまるさんこんにちは。こんにちは。ちょっと今大ピンチが起きてます。どうしよう、どうしよう、どうしよう。2枠目、さっき間違えて1回開いちゃってで消しちゃったんですけど、よく考えたらそれがもう、あー、ごめんなさい。そのままやっちゃった方がよかったね。だとするとこの後の回多分大丈夫だと思うから。あ、ありがとうございます、けんまるさん、ありがとうございます。大丈夫だと思うから気にせず歌っていきましょう。配信レポ見ると何とも言えないけど、表示は13時半になってるから1枠でいいと思います。あ、ありがとうございます、教えてくださって。じゃあ今回これを1枠とみなして、じゃあ早速1曲目歌わせていただきます。本当にあいわさんもはまちゃんもけんまるさんも教えてくれてありがとうございます。ひろすけさんもどんまいって言ってくださってありがとうございました。1曲目歌わせていただきます。初めましての方はぜひこの曲1曲歌ってくださると嬉しい、あ、聞いてくださると嬉しいです。13時半に開いたことになってるけど1枠目です。木槌影さん教えてくださってありがとうございます。よかった、5分短くしといたら、確かに一応後で確認しといてね。けんまるさんありがとうございます。5分短くしとく、確かに。じゃあ5分、あ、でも5分余裕持ってタイムテーブル組んであるので、そう、5分ギリギリでちゃんと他の枠を終わりにすれば55分まで、じゃあ55分までとりあえず、あ、余裕持って終わらせてるので58分とかまでにさせていただきます。じゃあ短い間ですがぜひよろしくお願いいたします。かわいすぎる、大高橋さんありがとう。じゃあ1曲目いきます。ときめきぶつかり星ができました。星座になれない孤独な星、それでも君に会うたびに輝き強まり、夜
べているだけ、それだけでいい。それなのに感情は愛を急ぐ。それこの恋魔法のバンスタリスク、手のひらサイズの小さな恋、ずっと遠くに感じる君の笑顔、そのまま届かなくていい。流れ星が何を奪う、人間の彼方まで一人でずっと。漫画を読んでもそれすら言えない、弱気な星、楽しい幸せは近くにある。私じゃない、誰かとの明るい道、もしかしてそれわかった。君は星、愛の間にたくさん星を投げてくださったり、ギフトをくださったり、コメントしてくださったり、本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとうございました。パチパチありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ストレートな歌声好き、やった、ありがとうございます。嬉しすぎる、ありがとうございます。ちょっと時間がもう本当に時間がないので、早速2曲目に移らせていただきます。本当にたくさんの応援ありがとうございます。2曲目は、あ、ゆうぱんさんまた来てくださってありがとうございます。こんにちは。2曲目はあの子コンプレックスです。大好きな曲です。とみすけさんこんにちは。初訪問ありがとうございます。なんという透明感、嬉しい、ありがとうございます。どんどん行こう、ありがとう翔太。ななかさんこんにちは。こもさんこんにちは。はじめまして、売らせていただきます。とびすけさん、ぜひ聞いていってくださると嬉しいです。希望も楽しみ、やった、楽しみにしててください。じゃあ2曲目いきます。
てた。決断したようで未練があること、空だけが気づいて泣いている。私の目に映ってるあなたは嘘をついてる。あなたに映ってる私は知らないふりした。怖くて触れず今日も心に隠している。宝物じゃないなら大事にしないでほしい。乾いた切ない胸にあなたは少し水を足す。昔の二人ならどんな目で見つめ合うの。何も知らない、何も分かってない、バカなふり。私も消えたこの夜にあなたに導かれて勇気になる。知らないバニラが香った時魔法が溶けてく。どうか誰かに負けたわけじゃないってこと、目をそらさずにいてよ。私が弱かっただけ、そう思わせて優しい嘘を。皆さん本当にありがとうございます。運命じゃなかった二人は来世では会えないでしょう。誰かみたいに甘えられたなら、あのコンプレックス、沈んでも沈んでもいい、それでも恋は走ってゆくかな。色づいた雪じゃ愛されない、真っ白に戻して今日も欠けた月を満たすように、優しくあの子に触れているのでしょうか。愛なんてもういらないよ、そばにいさせてこの海の中。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にたくさんの応援本当に嬉しいです。ありがとうございます。東屋さんでしょ、ケンさん、ケンマルさん、私のこと紹介してくださったんですか。ありがとうございます。本当にうまい、うまくなって出会った、ありがとうございます。あ、スカイさん、ありがとうございます。自己紹介して、ふみくんさん、コメントありがとうございます。今ゼルルオーディション準決勝に進ませていただいています。高校2年生16歳のななかです。ぜひ応援くださると嬉しいです。歌うこと、踊ること、アイドルが大好きです。よろしくお願いします。よし、じゃあもう時間がない、3曲目行こう。3曲目は、
よし、ラストもう一曲いきたいと思います。あきちゃんもありがとう。あ、わかりました、ファンルームに入ります。意識したのは去年の6月、夏の服に着替えた頃、転がってきたボールを無視してたら、僕が拾うまでコーチを見て待っていた。透明人間そう呼ばれてた。存在気づいてくれたんだ。熱い雲の隙間に光が差して、グラウンドの上僕にちゃんと影ができた。いつの日からか孤独に慣れていたけど、僕が拒否してたこの世界は美しい。こんなに誰かを恋しくなる自分がいたなんて想像もできなかったこと。未来はいつだって新たなときめきと出会いの場、知った。わざと遠い場所から君を眺めた。だけど時々その姿を見失った。24時間心が空っぽで、僕は一人では生きられなくなったんだ。孤独より居心地がいい、愛のそばで幸せを感じた。人の群れに逃げ込み紛れてても、人生の意味を誰も教えてくれないだろう。悲しみの雨打たれて足元を見た。土の層の上にそう確かに僕はいた。こんなに心が切なくなる恋ってあるんだね。キラキラと輝いている。同じ今日だって僕らの足跡は続いてる。君の名前は希望と今知った。もし君が振り向かなくても、その微笑みを僕は忘れない。時も君がいることを信じて、まっすぐ歩いて行こう。何にも分かっていないんだ。
ってない？ありがとうございます。途中まで書いてたんですけど、ゆきとさんタワーまたありがとうございます。本当にありがとう。ちょっと本当に嬉しい。にーありがとうございます。ペンは出るかな。ペン出ます。本当にありがとうございます。あのちょっと日本一のアイドル、あ、ありがとうございます。ペン買ってきた、買ってきました。本当にありがとうございます。ちょっと次の枠であのまたたくさんお礼を言わせていただきます。次の配信は浴衣配信をするので、ぜひあのたくさんの方また見に来てくださると嬉しいです。ゆきとさん本当にタワーありがとうございます。また次のあの次の枠でちゃんとお礼を言わせていただきます。ちょっと余裕を持って今日の枠、今の枠は終わりにさせていただきます。2位にしてくださって皆さん本当にありがとうございます。絶対にあの決勝に行って頑張りますので、また次の枠も応援来てくださると嬉しいです。トリアさんもありがとうございます。あの本当にありがとうございます。皆さん絶対に頑張りますので見に来てください。ありがとうございます。自己紹介して、ゼドルオーディション参加中の奈々香です。ぜひあのルームのフォローして次の枠来てくださると嬉しいです。本当にありがとうございました。あ、かめちゃんさん浴衣配信お邪魔します。待ってます。本当にゆきとさんともありがとうございました。じゃあまた次の枠でお会いしましょう。お会いしましょう。ありがとうございました。ぜひルームのフォロー、あ、星投げしてるかもう少し待とう。わかりました。ちょっとちょっとあとちょっとだけ。うまかったかわいい、ありがとうございます。仕事の休憩中なので。やんちゃるりょうくんさんありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ次の枠も待ってます。あのじゃあ切らせていただきます。ありがとうございました。ぜひあのルームのフォローして次の枠見に来てくださると嬉しいです。ありがとうございました。切らせていただきます。本当にありがとうございます。いきます。5、4、3、2、1、バイバイ。ありがとうございました。本当に皆さんありがとうございました。